こんにちは、キズナあかりです。鶴巻まきです。今回からクエストに取り掛かっていきましょう。前回は説明やらあかりんのポカやらで進まなかったからね。ポカ？はて何かしましたっけ。丸石が集まったから卵を作ったんだね。せめて突っ込んで欲しかったなぁなんて。気を取り直しまして、ここで今回のキーアイテム、シーベック発電機とリソース生成器の登場です。あ、それシーベックじゃなくてジェイベックって読むらしいよ。ほえー、シラなんだ。ジェイベック発電機はかまどの後ろに、そしてその上にリソース生成器を置きます。そして額縁を作ります。皮が必要なレシピになってる。最序盤で必要になるので簡単に作れるように修正されたのでしょう。で、その額縁をリソース生成器に貼り付けます。一体何が始まるんだろう。見ててくださいよ。額縁の中に粘土を入れて、これでかまどを稼働させます。上の表示にご注目ください。おろろ、なぜかエネルギーが溜まっていってる。ジェイベック発電機は隣接するかまどから熱を受けてエネルギーを生産することができるのです。そして 1000RF 溜まったらプログレスが進んで、この通り額縁に飾っていたアイテムを複製することができるのです。ということは、最初の1個さえあればいくらでもアイテムを増やすことができるってこと。そうです。ただリソース生成器なので複製できるのは一部の素材アイテムに限りますが、なんだか錬金術の簡易版って感じだな。ということで、このモッドパックは最初の1個を手に入れることが鍵となります。それがクエスト報酬というわけだ。そうです。クエストをクリアして素材をゲットすることで、また新たなモッドに触れられるようになり、次はそのクエストをクリアしてみたいな流れです。次第に触れるモッドが増えていくのか、これはワクワクしちゃうね。大まかな流れをご理解いただいたところで、最初のクエストをやりましょう。ベーシックドロワーか、木材だけで作れちゃうね。まあ、最初ですからね。この場で作っちゃいましょう。今何を使った。作業台と看板をクラフトすれば作れる携帯型作業台ですね。いつでもどこでも作業台が使えるわけか。生放送の時は散々存在を忘れてしまってたアイテムです。何回もリスナーさんに指摘されてたよね。倉庫を行ってる間に作ってましたね。ベーシックドロワーです。納品しに行こうね。落とさないように注意しないと。飛竜の卵か何かかな。初めてモンハンやった時は村クエ星1の運搬クエで1週間を費やしたな。何があったらそんなに苦戦するのか。ランゴスタが怖くて。やっぱりビビリが原因でござったか。というかこれ、納品してから報酬がもらえるまでのラグが結構長いんですよね。ちょっと不安になります。緑色になってるからクエストは達成できてるみたいだよ。それならばもうそろそろ報酬が納入されているはず。入ってました。鉄とレッドストーンとラピスラズリ、これだけでも結構いろんなものが作れそうだね。ですね。とりあえずいくつか増やしておきましょう。ついでに拠点の整備もしておきました。左上のタイマーがさっきは27分だったから40分かかったんだね。カットした時間がバレるのってなんだか恥ずかしい。それで美術館みたいにアイテムが飾ってあるけど、あれは何？この環境では最初の1個をなくしてしまうと積んでしまうので、1個だけあそこに保管してるんです。なるほどね。一応クエストは何度も達成することができるみたいではありますが、というかこれ雷落ちてきたらヤバそうね。まあそんな風は起こらないでしょう。きっと次のクエストも簡単にできそうなので、ちゃちゃっとやっちゃいます。マシンブロックを作ってバーネスジェネレーターを作りました。これがクエスト対象？その通りです。何が報酬なんだろう。ちょうど見切れててわからないや。こちらでございます。銅と鈴と砂利ということは、次に触れるモッドはフォレストリーですね。なるほど、マルチファームや養蜂を除いた部分に触れるね。あ、でもその前にもう一つ素材が必要です。およよ、金ですよ。金、金がなきゃ作れない機械があります。そうか、金か。ところでこれは何だい。簡易的な脇部屋です。レザーにってことはゾンビピックマン。ああ、そういうことね。ゾンビピックマンの金塊ドロップを集めて金インゴットを作ろうと、そういうわけです。それで脇部屋には最初にもらったカースドアースを使うんですが、ジョーロで水をかければ一瞬で広がります。このジョーロ、草ブロックの電波も早められるし、作物の成長も促せるし便利だよね。この環境では序盤に大活躍してくれますよ。お、早速何匹かわいたね。金をよこせ。金だよ、金。すっごい下水人みたいになってるから。ほい、9個集めてきましたので金インゴットを作れました。一つ目をゲットしたらあとは増やすだけですね。さっきは納品対象だったかまど発電機をもう一つ作ってエネルギーの無限生産に取り掛かります。え、もう無限生産しちゃうの？そうです、そうです。というのもリソース生成器では木炭も増やすことができるんです。
もしかして木炭の複製にかかるエネルギーより木炭の発電量の方が勝っちゃう感じ？その通りでございます。ですのでこうして放置するだけで木炭がどんどん増えていっちゃうわけです。どうもこのモッドパック優しいみたいだね。優しいモッドパック以外はプレイしないんじゃないですかね、ここのウプ主。難しいゲームは合わないもんね。ダークソウルとか序盤も序盤で投げ捨てたらしいし。チェストから発電機への木炭の輸送はエクストラユーティリティです。そういえばエンダーアイオー入ってないんだよね。一つモッドが抜けただけで混乱する。これがにわか工業勢である。4年やっててまだにわかなのか。ところでさ、こうやってリソース生成器を木炭生産に使ってたら他の資材が作れないよね。その質問待ってました。それではリソース生成器を増やしましょう。待ってたも何も、二人ともウプ主が喋らせてるわけね。あーメタ発言なんて聞こえないや。作業台をレッドストーンで囲んでパワードクラフティングテーブル、もろもろの素材と性の RF を消費してリソース生成器を作りました。あら意外と簡単。最初はそうなんですが、作るたびにレシピの難易度が上がっていくそうです。2段階目はレシピは同じで、必要電力が1万 RF になってます。あんまり大量生産はできないってことだね。まあさすがにそれができるとぬるすぎるってことですかね。作業場はこんな感じになりました。発電機が3台動いてる。一つはサバイバル発電機という弱い発電機ですけどね。でもこれで常に 85RF パーチックの発電量を確保できました。放置で素材を増やす分には十分な量だね。ではしばらく放置で素材を増やして、そしたらフォレストリーやっていきましょう。おう。では今回はここまでです。また次回をお楽しみに。